こんばんは。元気工作海空研究所。今日は夜会でございます。今日は令和6年9月11日でございます。ちょっと、今日はね、朝、ちょっとミーティングしたいっていう、珍しい方から、割と朝早めのミーティングがありまして、ちょっと夜会にしております。佐藤ひろみさん、こんばんは。川明宏さん、こんばんは。いやー、バーレン戦もすごかったですね。なんか、最近川さんがね、以前教えてくださった、サッカーの戦術解説チャンネル。3241。いや、ちょっとごめん。陣形を未だにわからないんだけど、3バックとか、5バックとか、4-4-2とか、なんかそういうやつで、なんか組み合わせ次第ではこっちの方がいいとかっていうので、なんかプレーの一個一個を戦術と合わせて解説してくれる解説チャンネルって。まあ、レオザフットボールチャンネルが、まあね、結構有名なところだと思うんですけど、川さんが教えてくれた、ゴートチャンネルはね、めっちゃ好きなんですよね。もうほんと好きで。バレン戦も素晴らしかったですね。中国戦の時もそうですけど。いやだからね、やっぱおかげで、なんて言うんでしょうね。ちゃんと勉強すると楽しいとかって何でもそうなんでしょうけど、まあまあ、サッカーだってさ、うんちくちょこちょこ言うぐらいはね、なんか別に割と長いことを、いろんなね、詳しいサッカー好きな人の話とか聞いてて、そんなに、へえって言ってきた方だと思うんだけど。だいぶレベル違う情報入ってくるようになったなぁと思って。で、そうなんかこれって、アートとかさ、あと、なんでしょうね、ワインとか、あれって、何なんだろうなってずっと昔思ってたんですけど、最近、まあ、まだそんな素養があるわけじゃないけどさ、やっぱり、その絵が、技術的にすごいとか、色使いがどうとかっていうことも、まあ、もちろんね、無関係じゃないんでしょうけど、何がうまいかとかよくわかんないじゃないですか。あとは、だから、芸術じゃなくて、なんだ。そうっすね。ワインとかね。この深みが、とか。まあ、全然わかんない人にはわかんないんだけど、わかる人には、ハマってソムリエになっちゃって、それを、そのソムリエさんの解説を聞くことに価値が生まれてとか、すっごい不思議な話だと思うんですけど。でも、やっぱりなんか、歴史とか背景とか、その裏の裏の裏側にはこういうことが実はちゃんとあるとかってストーリーをちゃんと理解できるようになるっていうのは、めちゃくちゃ豊かなんだよね。まあ、なんかそういうことのために勉強すると、こう、なんか楽しくて勉強がやめられなくなるみたいな感じっていうのは、まあ、本人は勉強とも思ってないんでしょうけど。その感覚に近いよなぁと思いながら。サッカーのね、ゴートチャンネルさんとか、レオザフットボールさんとか、ええ、まあ、サッカー実際にプレーもされるんだと思うんですけど、いや、でももう、血道を上げてるじゃん。戦術がいかに素晴らしいかとかの分析そのものに。とかね。で、ああいうところに対して、詳しくなればなるほど、まあ、とある一試合が、ね、僕ら素人が見てるよりも、何十倍も何百倍も何千倍も、豊かに面白く感じてるんだろうなぁと思って。で、まあだから、そういうのって芸術とかさ、ワインとかでも、結局、知識なくして、見ても飲んでも、まあなんか苦いねとか まあ、なんか、迫力がありますねぐらいしか言えなかったりするっていうのと、まあなんか、そう、
なんでもそういうもんなのかなとちょっとね、思いながら。だから最近は、まあだから YouTube にとどまらず、なんていうか、別にサッカーをやるわけでもなく、そんな分析的に試合を見る必要が僕にあるのかって言ったら全くないんだけど、でもやっぱりそういう目が養われてくるとさ、一試合が全然違って見えるようになって、めちゃくちゃ楽しくなりますよね。で、なんか、また不思議なもんで、なんていうか、素人なりのうんちく、ちょっとしたうんちくでさ、そうだよね、あの時こうだったよねっていうのが、一致した見解とかさ、いや、俺はこう思ったなみたいなことを、こう、ちょっとなんていうの、まあ、飲みの席とかさ、そういうやりとりが1往復2往復できるだけで、もうなんて言うんでしょうね。うん、なんかこういう時のために勉強ってするもんだなと思って。なんて言うの。で、なんか、お金で買えない豊かさってやつじゃんね。あ、こんばんは。ほんとなんか、そうだな。あれは、知識とは言わないと思うんだよな。なんかやっぱり知性だと思うんだけど。ああいうサッカーの戦術の分析で俺はこう捉えるとか。俺だったら、こう見るとか。なんかそういうチャンネルめっちゃ僕最近好きで。なんだろうな。こんなにサッカーを追っかけるようになると思わなかったですね、自分でね。いや、おかげで、母さんのおかげで。面白くなりました、本当に、サッカーがね。こんばんは。ということで、小山愛さん、こんばんは。いかがお過ごしですか？暑い夏がまだ終わりませんね。今、どこにいらっしゃるんでしょうか？ 旅する出し屋は どこを旅していらっしゃるのか？そうですね。なんか、そうそう、ちょっと前にね、食料安全保障とか、4月ぐらいでしたっけ？あの辺の話とか。まあその後、気候変動の話とか、小山さん、愛さんきっかけでね、なんか何回か話したりしてましたけど、そういえば、別になんか無理に結びつける必要もないんですけど、なんか自民党が、総裁が新しくなるんだとか、いうニュースがね、なんか踊るようになりまして、で、みんな、たくさんの候補者がそれぞれ、それこそね、食の安全保障とか、エネルギー安全保障とか、気候変動出てこなかったかな。ちゃんと聞いてるわけじゃないんですけど。まあでも、俺ら話してたやつやっていう項目がさ、まあ一応なんかその、それぞれの政策とか、そういうのにね、なんか言葉に現れるのってきて。まあ、だからなんか、一度自分で喋ったり調べたりしてなかったら、もうなんか、ね、ただの、その日たまたま流れてきたニュースとしてスーッと流れてって、まあ結果だけ見て、あ、誰がなったんだってなっちゃってたかもしれないですけど、意外とね、なんかこう、あ、そういうふうに物を捉えてんだな、みたいなところは、逆になんか、ね、それぞれ自分の世界観で一生懸命考えた上でこうすべきだって言ってるわけだから。なんていうの？それはなんか、どういうふうに掘り下げたのかっていうのが、すごくそれぞれちょっと興味湧くようになったりとかしてるなぁと思ったりしますね。なんかね、これ不思議なもんだよ、やっぱり。勉強するって本当大事だなぁと思いましたね。大事っていうか、別に勉強しなくたっていいんだけど、いいかないか いや、でも、した方が楽しいよなーっていう。なんか、今までだったらスーッと通り過ぎてたような、総理総裁のニュースとか、候補者、なんていうか、好きとか嫌いとかね、印象がいいとか悪いとか、そういう話じゃなくて、なんかそれぞれみんなこう一生懸命考えてんだなっていうところに、
なんか目線が行くって言いますか。その上で、こっちに結論を持っていくっていう道筋があるもんなのかみたいな。だからなんか考えが違ってて、ってなってたりすると、この人嫌いってなっちゃうっていうのがさ、多分ね、何も分かってない時は僕は多分そういう判断をしがちだったと思うんですけど、まあさすがにそんな感じでもなくなってきたけど、やっぱりちゃんと勉強するなって聞くと、考え一緒とか違うとか、近いとか遠いとかじゃなくて、相手、いろんな人の、見てる世界観ってどんなものなのかなとか、その人の目を通した、見てる世界とか。で、その人なりに一生懸命掘り下げたら、こんなところにも結論持ってけたりするんだ、とかっていう、それが、それでね、結構新鮮だなと思うもんだ。っていうね。なんかそんなことちょっと思ったりしてますね。いや、だから、なんかその、愛さんきっかけでね、食料安全保障とかさ、自給率38%とかって言ってさ、知ってるやつみたいな。全然そんなんさ、たまたま2ヶ月前にね、その愛さんがあれ振ってくれてなかったら、その数字がさ、スッと入ってきてないと思うんだよね。なんかね。数字を言って、詳しいことを見せて、マウント取り合って、私の方がふさわしいみたいな、そういう言葉の合戦みたいな感じに見えちゃってたと思うね。僕は昔はね。だけど、いや、そうじゃなくて、確かに38%だよね、と。でも、その38%の内訳って、それの手前にね、さらっとカロリーベースってつけるか、つけないかとか。あとは、じゃあどうするっていう解決策にどう、なんていうか、光を当てるのかも、全然ね、考え方違うでしょうし。なんかそういうのとかも、なんでしょうね。すごいこう、面白く聞けるようになってる気がしますね。これはもう本当に旅するや、出し屋の、ね、副次的な効果というか、おかげで、気候変動もちょっとは出てきたかな。さすがにね、災害に耐えなきゃいけないとか、地震とかが多かったかな。でも、猛暑とか温暖化とかっていう文脈もちょっと話してる候補者もいたのかな。全部そんなね、丁寧に追いかけてるわけじゃないですけど。でも、なんか、それやっぱりちゃんと勉強した方が世界が楽しく見えるもんだなっていうことはちょっとね、思ったりしてますね。佐藤直君、こんばんは。さすがの、いや、さすがっすよね。バスケットのシュート。っていうか、あの体育館でシュートを一本でも打てることがね、めちゃくちゃ羨ましいですね。めちゃくちゃいい体育館じゃん。いやー、行きてえな、っていうね。よだれもんの映像でしたね、あれはね。僕がね、普段使わせてもらってる体育館もね、十分ありがたい環境なんですけど、綺麗ですし、ちゃんと冷房も入ってるしね。ただね、やっぱレベル違うね、ああいうところはね、日本代表が練習に使ってるとかさ、そういう人たちが、実際コーチ陣がこう周りに集まってるとかさ、いやー、羨ましいですね。そして、今日のデイリートラッキングもついさっきね、なんか、挙げられてましたけど。いや、さすがですよね。もうちょっとなんか、いや、あんな一日がね、俺大学院生の時に一日でもあったかなっていう、格の違いを感じてるよ。なんか 正直。いや、いい一日だったんですね。はい、こんばんは。山田友人さん、こんばんは。ついにね、ユージンさんが、知らんけど、をつけずに、これは、こうだわ、って言ってくれたっていうのがね、
いやー、ついにここまで来たなと。僕もちょっと手応えあったんですよ。そうね。ぼっちバスケの練習動画なんですけど、昨日ちょっと行ってきて。まあ、あんまりその最初の方は大して調子良くないなーと思ったんです。もうなんか、土日に草野球で、もうピッチング練習ちょっと投げすぎたなーと。まあ、ピッチングやりすぎると、大体、お尻周りが、まあまあな張りになって、で、背中までちょっと影響いくかな、やっぱり。なんかこう、結構全身、倦怠感までいかないけど、なんかこう、軽いって感じじゃないな。まあ実際ね、ちょっと今日ぐったりしてからやめるわ、みたいな時 ありましたけど、そうそう、それぐらいやった影響まだちょっと残ってて、あんまり体軽くはなかったんですけど、でもなんかね、昨日のシュートの後半めちゃくちゃ、あれって、急に入るんだけど、みたいな感じになって。で、今までなかったやつだなぁ、と思って。で、ついにね、ユージンさんから、おー、いいぞ、と。で、おー、いいぞの後の知らんけどがなかったんだよ。これはなんか、こう、一段階上がったかなって、明らかに滑らかだよっていうコメントをいただいたんですけど。いや、嬉しいですか。嬉しかったですね。あれってでも逆になんか、前半のね、川さんとか、愛さんとかの話とは逆で、知識とか言語化的な、分かってることによる、豊かさではなくて、言語化はされない、けど、まあ、なんでしょうね。見て感じることか。見て感じる自然の断りに寄り添ってると見えるよ、という見た目のことだけを言ってるけど、でも見た目っつっても、じゃあ表面的なのかっつうと、決して、で、そうじゃないことがちゃんと伝わる時があるっていうか、そういう関係性もあるよねっていうのは、多分ね、僕がなんで嬉しいのかっていう理由なのかなと、ちょっと思ったりして。まあまあ、なんかその具体的にね、すごいなんかこう、事細かに分析されて、ここがこうなってるからこういうふうにいいよって言われたのも、としたらね、それはそれで、まあ、なんか、嬉しいでしょうけど、なんか多分ユージンさんの中では、そんな必要はもうないんですよね。ずーっと見てて、ずーっとちょっとずつ、ちょっとずつ、感じてることが変わってって、で、ここまで来たねっていうことが、なんでしょうね。あの短い言語、言語化とは、まあもうほぼ言わないですよね。感覚を、発してるというぐらいで。これで何が伝わんのと、傍から見たらその程度のやりとりだと思うんです。僕と友人さんの今日のね、コメント欄の往復なんて。いや、だけどすごく受け取れてる感っていうか、友人さんが、それって言ってくれてる感じっていうか、それで僕の中でも感覚としてすごく、あ、そうなんですよ。後半なんですよ。ちょっと、後半のあの辺の何本か、特に、すごく、今までになかったやつなんですよ、っていう。それを、いわゆる身体値なのか、というやつなのか、っていうのを、ちょっと、感じたりしましたね。こんばんは。まあ、だから、あれだよね。獣医さんってさ、それこそ、動物を毎日毎日、ずっと見てるじゃないですか。で、まあ、人間の体とはもう全くね、それぞれ、ね、動物の種類によって、動きも体の作りも、何もかも違うんでしょうけど、一方で、点でバラバラのいろんな種類のものを何百何千何万とさ、延々と見続けてきたら、動物たるもの、
自然に正しく沿えばこのように動くとか、自然って健康に、美しく動くというのは、こういう、ものをまとうとか、なんかそういう、なんていうか、それこそ言語化はされないけど、ずっと見て感じた触ってきてる獣医っていうお仕事上ね、それが蓄積してる、なんていうか、莫大なデータベースみたいなのが、やっぱり、それがか、なんていうか、連れてってくれるものの見方っていうか、そういうのあんじゃねえかなっていう。だからまあなんか特別、その競技に精通してるとか、そこの分野について、詳しく勉強したことがあるとか、なんかそういうことじゃなくて、まあそういう体系化した理論とかね、知識とかも、もちろん有効性はあるんだけどさ、なんかそれとは全く別のアプローチで、莫大なデータベースを蓄積し続けてるから、自然の断りとは何かが感覚的に分かっちゃってるみたいな。そういうのとかありそうだなと思って。いや、なんか、まあ僕はね、例えば気象学者っていう職業として、気象の原理原則から入ってさ、データ取ってさ、まあ僕なりにいろんな現場に行っていろんな、まあ身体値的なデータベースは、普通の人よりはたくさん経験させてもらった分だけある方なのかもしれないですけど。まあでも、なんていうか、そういうところにはあんまり、そうだね、だから、ちゃんと、速記で測った数値とかさ、誰かが導いた理論とか数式とか、そういう、まあ、いわゆるはっきりとした言語化ですよね。そういうのは、そういうのがこう表現できる世界って、めちゃくちゃ狭いんですよね。で、まあ、それの限界とか、普通に、まあ、ね、学術分野で研究とかやり始めると、早々に、まあ、気づくし、その限界がわかるからこそ、なんか、面白いっていう、職業なのかもしれないですけど。でも、その制約と限界の中で、いかにこう、より多くの普遍的なものを、取り込んで、表現しきれるかっていう、知恵を競ってるみたいなさ。まあ、なんか、そういう側面あると思うんですけど。でも、ね、20年もなんかいろいろね、この研究者っていう職業で、やってきて、なんていうか数式とか論文とかデータとか、そのいわゆる目に見える顕在化した、言語化された知識体系とか知恵とか、なんとかの論とか。それの何百倍何千倍と、こう、やっぱり、ね、いろんな世界中、いろんな場所で、ね、経験して、身体値として、感覚として入ってきてる、あの場所、こうだったなっていうね。それって、なんか、その記憶とかそういうもんじゃなくて、なんかこう、自分の無意識の中にこう、蓄積されていく膨大なデータベースとして、まあね、どっかで自分のこう潜在的な直感を支えたりとか、してるんだろうなっていうのはね、ちょっと思ったりはしますね。だからなんかその研究者同士でもある話なんですけど、いやなんか、あいつにはそう見えるらしいんだよねっていう結論とかあるんですよね。でも、俺には全然わかんねえけどなっていう、で、いや、で、本人、まあ、とある法則に、たどり着くための一番最初のきっかけとかって、もうほんともやっとしてて、どこにその、なんていうか、
これがものになりそうだっていうきっかけというか、それを信じさせるだけの根拠があるのっつったら、いやいやもう、ね、他の、その人以外には誰にも見えないようなところから、いや、ここだと。絶対掘り当ててみせるみたいな感じで、突き進んで、本当に当てちゃうみたいなさ。まあ、そういう研究をされて、成果を出すような人っていうのが、まあ、たびたび現れるんですけど。そういうのってやっぱり、ね、センスとかって評されますけど、研究の世界とかでも。まあでも、よくよく考えたらお互いそうだよね。僕はこう見える、だから突き進むってやってなんかたどり着いてなんかその結果出してるけど、他の人にはそう見えなかった、同じものを見てたはずですけどねっていうのが、そう見えなかった。で、僕だけがそう思い込んだみたいな、ことってのよくよく考えたら結構あって、お互いね、言語化されないし根拠になるようなもんでもないけど、身体値としてこう膨大に、自分のデータベースに蓄積されたものが、自分にだけ教えるみたいな、秘密の入り口みたいな。そういうのあるんだよね。で、それって大体なんかこう、その人の頭がいいとか悪いとかじゃなくて、まあまあ、なんていうか、自然の断りが自然に連れてってくれるみたいな感じだよね。多分ね。何の話でしたっけ？友人さんに、滑らかでいいよって言われたっていう、それが嬉しかったよっていう。で、これが分かり合えてるって不思議な感覚だなっていうことがちょっと言いたかったんですけど。別の話になっちゃった。こんばんは。中村修平さん、こんばんは。今週もね。今週も、練習会またやるんですよね。またね、素晴らしい練習会になるということを願っております。そして、そう、なんか周平さんのね、練習会にゆかさんが、ぜひね、タイミングがあったら行きたいっておっしゃってて、なんかそういう関係になるっていうのも、なんていうか、熱くないですか？なんていうかね。でも別に言ったらさ、同じオンラインスクール生同士の対等な仲間でもあるっちゃあるわけですけど、ちょっとだけ先輩とも言えるけどね。でも、その周平さんが公認インストラクターとって、その周平さんのインストラクターとしての練習会に、足の学校仲間のゆかさんが練習会に参加者として行くっていうことを、ね、望むっていうのがさ、これさ、いやいや、まあ単純に素敵だなと思うんだけど、なかなか起こせないよ、簡単には。さらっとゆかさん言ってますけど。で、まあゆかさんはゆかさんもさ、すごいもう、ご自身でも、自分でセルフコーチングで、目標達成を次々とされて、ここまで来てるわけじゃないですか。自己ベストどんどん出しまくって。で、そういう人が、なお、ね、周平さんが公認インストラクターとして、まだ半年経ってないけど、一生懸命やられてるところに、ぜひ自分も参加したいって思えてるっていうのは、相当なことだなぁと。思いますよね。なんかこのわずか10人しかいないこのコミュニティの中で、ほんとなんか、それが1個でもあるっていうのが、そういうつながりっていうのがね、参加したいなとか、ぜひ来てほしいなとか、お互いなんていうか、素直にそう思って、呼びかけて、時間作って、チャンスを探して、実際実現するとかっていうことが、まあこれまでも何度もありましたけど、そう思える相手なんてなかなかね、本当に、心底そう思ってなかったらさ、心底思ってる以外の文脈ないんだから、わざわざあそこで会おうよとか、
わざわざあそこで一緒に練習して走ろうよとか。何の関係もないからね、だってね、そのスプリント以外のところではさ、走りがこう、つながりっていうこと以外では、何の関係もない関係性だからね。住んでるところから、職業から、年齢から、性別から、何もかも違う。共通点が何もないよっていうぐらい違う者同士なんだけど、お互いし、ね、ぜひ、何とかして合わせて、一緒にやりたいよね、と思える仲間になるっていうのが、不思議なぐらいですよね。あ、それでね、ゆかさんがね、坂道ダッシュやってらっしゃる。で、僕、アングルをちょっと下げて、一番かっこいい瞬間を、まるっと見せてほしいっていう、リクエストを出したら、ちゃんと今日のストーリーズはね、リクエスト聞いてくださったんですかね。いや、嬉しかったね。かっこいいなぁ、と思いな。そう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 、これです、これです、これですっていうアングルで、坂道ダッシュのね、一歩目、二歩目がちゃんと完全に見える状態の、画角で撮られてて、10回ぐらい見ましたかね。あれがもう本当大好物ね。大好物ですよ。ちょっと見すぎだよね。あんまり他の人に見られると変な誤解されそうですけど。いやでもね、かっこいいなぁと思いながら。で、まあ、ゆかさんはゆかさんでさ、いえいえ、見てないで、伸びしろを教えてくれよ、ということかもしれないけど、まあ、伸びしろはさ、ちょっと森博さんに聞いてください。いや、かっこいいなと。とにかくでもね、間違いなく言え、なんかその、僕は、その、そうだな。アドバイスとか、こうしたらとかっていう、もう僕がそういう段階じゃないですし、ただね、間違いなく事実としてお伝えできるのは、半年で、全く別人数。スタートの、フォームとか、起き上がってからの、スプリントの、特に、あれですね、腕振りの肩甲骨の動きとか、もう別人だなぁと思いますね。あれは、もうほんとついこの間まで、なかなか、その腕振りも大きくはスイングしてるけど、肩甲骨の動きがね、なんていうか、地面を足が捉えて反発をもらうっていうタイミングと、ずれてるわけじゃないんだけど、なんか、ふわっとしてるっていうか、まあまあ、その、女性特有でもあるんですけどね。で、女性の腕振りって、ふわっとするんですよね。で、なんかこう、肩甲骨からの動きで、地面の着地に対して荷重、抜重っていう、重力をうまく活かして、タイミングを合わせて自分の体を浮か、より高く浮かせるっていう、まあそのために腕振ってるわけですけど、その効果というか、その反発による効果みたいなのが、結構、なんかその、フォーム自体は綺麗だけど、その感じが、なかなかどうして出ないのかなって思ってた。でも、ついこの間のレースぐらいまで思ってたような気がするな。春先ぐらいまでは。いや、でもね、明らかに、めちゃくちゃ変わりました。あ、別人だなぁと。さすが。あ、自己ベストって、たまたまじゃないだろうな、という感じは、僕が見て思ったことですかね。伸びしろについては、森博さんに聞いてください。清水信之さん、こんばんは。いやリクエストに、今日、なんか、今週はね、今週、先週ぐらいからか。
いろいろ皆様、モテ作のリクエストにお答えいただきまして、大変感謝しております。毎日楽しい。そう、井上尚弥選手のね、ドヘニー戦ですね、世界戦ですけど。まあまあ、いつも通り圧倒的な勝利だったわけなんですけど、まあまあ、強いのはわかるよ。で、勝ったこともわかる。それで、もう、押せ押せで、ここでもパンチが当たってるとか、ここでも当たってるとか、ここで、こう、ワンツーだとか、カウンターだとか、それはまあ、解説聞いてればわかる。解説というか、リング実況というかさ、それはわかるんだけど、その中でも、まあ、解説者の視点でね、詳しく言うと、ここの技術が素晴らしいとか、まあ、そういうのもさ、別に YouTube にたくさん上がってるから、それはそれで、もうすでに消費しました、僕はね。の上でなんですけど、清水さんとか、すっごい別なとこ見てんじゃねえかなと思ったのね。そしたら、案の定というか、やっぱりねっていうね。めちゃくちゃ美味しい。もうほんとね、ありがとうございます。あれが欲しかったやつです。もう最高に、最高に面白かったですね。まあまあ腰を押さえてね、まあなんか、いわゆるちょっとスッキリしないダウン、ね、そのエンタメとしてはですよ。まあ、選手本人はさ、もう必死やってもう動けないってなったんだから、別に派手に倒れることが目的でやってないんだからさ。でまあ、なんか井上尚弥選手のファンからしたら、井上選手も含めてですけど、なんか綺麗に倒したい、倒しきってね、さすがってスッキリみたいな、求めてたかもしれないけど、いや、これはただごとじゃないっすよ。なんかこの 見たことない動きで腰を押さえてさ、もう動けないってなってるっていうね。あれなんだろうなーとかっていうのを、まあまあ実際どうか知りませんよ。で、清水さんがどう解釈してるっていうのも、合ってるのかどうかはわかんないですけど、清水さんはそう見たっていうことが僕にとっては美味しいんですよね。ああ、なるほど。そう見るのね、と。いや、なんか、いや、笑っちゃいけないんでしょうけど、まずちょっと笑っちゃうし、笑う文脈で書いてるつもりじゃないんだろうけど、やっぱなんか面白いんだよな。すごい面白かったですね。そうですね。それでなんかものすごく、ね、例えば、専門の解説者とかに比べて、すごく詳しい別な独特の視点で、こんな知識もあって、こんな解説がとかっていうわけではないんだと思うんですけど、まあ、要するに、その人それぞれ、ね、それなりに、ちょっと、好きで、ずっと一生懸命見てる人ってさ、見るポイントで、うわ、そこ、ここはすごいわって感じるポイントが、多分ね、みんなそれぞれ違うと思うんですよね。で、そこすごいわってリスペクトしたり、感嘆したりする文脈って、まあ、その人の過去の何らか経験があったりとか、痛い目にあったりとか、そういうのと、まあ多分影響してるからでしょうけど、だから一つ一つなんか独特のオリジナルストーリーになるわけじゃないですか、あの見方そのものがさ。それが味すんでしょうね。で、それが知ってる人の話が面白いんだと思う。有名な解説者の的確な分析とかも、もちろん面白いんですけど、知ってる人の、その人独自の、まあ、なんだったらそれ、ね、それはもう一見方であって、正しいか正しくないかじゃ全然ないような話、次元の話だとは思うんですけど、面白いなと思いながら。いや、ありがとうございます。あれが欲しかったやつです。また、何かね、次の試合はどうなるんでしょうね。相手もういなくないですか？強すぎて。わかんないけど。また会ったら、ぜひ。シリーズ化してほしい。楽しみにしよう。
山本健太さん、こんばんは。その後、うまくいっておりますでしょうか。ピボットテーブル。そう、でもね、健太さんは健太さんで、会社背負ってね、分析のために、データドリブンで、業績上げていくために使われてるんで、もう全然ね、真剣に違うと思いますけど。まあでも、やっぱり、あれをお手伝いするっていう文脈でね、まあ僕自身も、ね、全然大して使ってなかったスプレッドシートとかさ、Google ドキュメントとかさ、Google フォームとかさ、もうやっぱり、まあ勉強してちょっとは使い捨てたと思うけどね、元から。だけど、やっぱり、別次元に、自分を押し上げたのはやっぱりね、健太と共にね、駆け抜けた、密な青春の 2年前の 8月があったからだよね、やっぱりね。それなんかこう、最近またいろんなとこでね、それはもう仕事でもそうだし、それこそもう本当にジャムセックの事務系の業務とかでももちろん使ってるし、あとはもちろん PTA とかさ、基礎学会の運営とかさ、だから、橋の学校っていう、まあ、ある種ね、スタートアップというか、ベンチャーの、ボランティアのお手伝いみたいな感じで、たまたまね、本当わずかな期間ですけど、お手伝いして、でも、なんていうか、お手伝い、ボランティアでお手伝いとはいえさ、もうそれに人生かけてる人のために、なるようにっていう目的で勉強したから、あの時はね。やっぱりなんかそれってレベルが違うなと、学びの深さのね。気づいたらこんなに筋力ついてたな、みたいな。で、逆にね、だからその、自分が当たり前に分かっちゃってて、できすぎちゃってるから、周りとの差に意識が向かなくて、ギャップが測りかねちゃってさ、そっか、普通分かんないよねっていう、なんかたまにね、他の人を置いてきぼりにしすぎて、たまにふと我に返るみたいことが あったりして なんか、それって、すごい、僕がこう、一生懸命自分で訓練したからできたっていうよりは、あの時のあの環境と、あの境遇と、たまたま、ね、巡り合いっていうかさ、巡り合わせで、まあ僕にね、打席が回ってきたっていうかさ、それでね、まあ1000回空振りしたけど、まだ打席に立ち続けて、もう100回振らしてもらって、最後の最後でちゃんと当てられたっていう、まあなんかそんなね、チャンスなんてなかなかないから、で、それを、本当に、たまたまね、ああいうスプレッドシートでも何でもそうですけど、させてもらえたから、自分で無意識のうちに、勉強してるとか努力してるとか、あの時はね、全然そんな、意識なかったですけど、あ、これ、普通にこの、ことを身につけるって、他の人が、はるか後ろにいても、それはしょうがないかっていう いや、無理だな、逆に言うとっていう。で、自分に、一人で、自分がやる分には簡単じゃんっていうことが、誰でもできるようにするのはどうしたらいいのかなっていう、もう途端に、また次の格段にレベルが上がって難しくなるっていう。なんかそういうことになんか
ケントさんとたまにね、ああやってコンサル受けながら喋ったりすると、ああ、なんか、そういうとこ来てんなーって、ちょっとね、思っちゃったりしますね。で、ケントさんも多分それあると思うんだよね。まあ、ケントさんはケントさんで、まだ僕から引き継ぎきれてなくて、これちょっと相談してるみたいな体かもしれないけど、ケントさんはケントさんでもう身につきすぎちゃってて、他の人がついてこれないみたいな位置にもいると思うんだよね。これが難しいとこだろうねっていうね。でも、ゲームはやっぱりちゃんと難しいことの方が、難しいことが連鎖的に現れて、なんとかして解け、もうちょっとしたら頑張ったら解けるんじゃないかなみたいなことが続き続けることは、ゲームとしては正しいですよね。っていうのはね、なんか、たまにケントさんと喋るとそういうこと思いますね。森本茜さん、善くん、カン君、こんばんは。砂塚森忠さん、こんばんは。ということでね、今日はこの辺にしようかなと思っております。それでは、また明日。じゃあまたね。